見捨てない CC ラジオじゃけんはい、どうも始まりました えー、福祉系未来情報番組 CC ラジオジャケン、皆様こんにちは。私株式会社社員の木村と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、本日はゲストで、えー、株式会社ウェルケア沖縄の栗尾さんに来ていただいています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、えー、今日初めて、はい、CC ラジオジャケンに参加していただくんですけども、今回のテーマは <laughs>、はい、カラー。 はいということで、えーえー、色にまつわるお話の方をしていただきたいと思いますはい、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、今日はちょっと天気の方がですねあまり昨日から良くなくてあまりこう曇ってるんですけどもそうですねムワ、はい、っとしてますねムワっとしてますね霧も昨日もすごかったですしねそうですね、うん、こういう,こう雨が降ってる休みの日とかはどうされてますか、はいえー、そうですね 寝てますかねあいやいやいや私あの、うん、映画館によく行くんですけども、はいはい、最近見た面白かった映画を一つ紹介させていただきたいんですけども、はい、あの洋画で「はい、グレイテストショーマン」っていうサーカスの第一人者の実話のお話なんですけどもそれをヒュー・ジャックマン っていうアクション映画によく出てる俳優さんがミュージカルの映画でえまあ歌を歌ったりダンスをして表現したりしてるんですけれどもこの映画が非常に面白かったです、はい、今見れるんですか沖縄ではい今公開していましてえっと多分今月いっぱいぐらいまでやってるんじゃないですかねうん。泣きました あ、これが結構グッとくるシーンがたくさんあって泣きはしなかったんですけど<ー>まあ隣で一緒に見てる人は泣いてましたへ,ーへーヒュー・ジャックマンヒュー・ジャックマンタイトルが何でしたっけグレイテスト・ショーマンですねグレイテスト・ショーマンはい、はあ いや見てみますぜぜひぜひお願いします、はい、なんか音楽でいろんなことを表現してるので、はい、普通の映画とちょっと違って、うん、なんかあそこでこういう表現なんだとか、ねはい、ミュージカルならではの良さっていうのが非常にスクリーンを通しして感じましたねミュージカルってねその時の映画を見たら映像で残るけれどもあとサントラとかでね、はい、あの音楽を聞いたらその情景が浮かぶみたいなこう逆のねなんかこう。 アクセスができますよねそう栗さんはなんか最近見た映画で面白かったのとはありますかと映画個人的にはね最近見てないんですがこの間仕事で木村さんに1から100までお世話になった「パーソナルソング」っい映画やっぱあれを見てとても感銘を受けましたそれはね当にあに認知症アメリカの映画なんですけどねドキュメンタリー映画なんですけど認知症の患者さんのあの あっても皆さん青春時代もあるし楽しかった幸せだった時まあ今も幸せかもしれないけどその時のやっぱりおんあの思い出の音楽ってありますよねその音楽を聴くだけでその人一緒にいた人の顔とかなんかこうどんな会話をしたかとかそういう自分の心はどうだったかとかそんなのを思い出せるような曲ってやっぱりどんな人でもあると思うですよねあるという前提のもとにそのもう今は分かんないおじいずっとなだれてるおじいちゃんのをちょっとでも元気にするためにその人の話を聞いて。 そのパーソナルソングっていうんでその人の思い入れのある曲を探してあげてそれを iPod で iPhone であのヘッドホンで聴かせてあげることによって周辺症状が改善されるその症例をいっぱい集めた映画がパーソナルソングという映画で今、上映はされてないんですけど沖縄ではネットフレックスとかああいうのでは見えれますしそれからねそのネットで検索してもらったらそれをこう全国上映手がけてる人にああのたどり着けますから見ることができます。 本当になか笑わなかったおじいちゃんが笑ったりとかダンスしたりとか。そういはい、まあ、全部治るわけじゃないですけど、中核症状と周辺症状ってあるじゃないですか。その周辺症状が緩和されるっていうことがもう実証されてる映画ですね。それやっぱり、最近見た中ではやっぱ感銘受けました。ほんでたから上映画に携わっていましたけれどもね。その実際に行われた事例っていうのが映画の中に入ってるんです。そうです。で、そこに出てくる人もまあ、ご家族とかご本人の許可を得て。 はい、その人のなんていうのかなもう。 本当のあの役者さんじゃなくて、本当にやってる NPO で頑張ってるあのそのある男性、白人の男性がそこ、その人が一人だたった一人で iPod を50個お小遣い貯めて買って、そこあのある施設に行ってそれを実験し始めたっていうところからなんですけど出てくる人はみんなあの本物の人です、役者じゃなくて、ドキュメンタリーなんですよ。説得力があるというか、はい、日々介護をしてたらやっぱり目の前のその介護に追われてなかなかそういうところに。 考えが思いいつかないですけど、うん、その方の思い出のある曲っていうのを一から探して聴かせることによってこう周辺症状っていうのが良くなるっていうのは。 すごいいいことですねすねごいいいことだと思うし、はい、私もあの、まあ、ちょっと直接関わってるわけじゃないんですけど介護施設でね、はい、勤務させてもらってますが、はい、まあ日々ね本当にあに介護の職の方っていうのはその人の,あの不足とか不満とか、はい、あの必要を満たすために一生懸命動いてらっしゃるから、はい、なかなかその次の段階この人たちの心の中に何があるんだろうっていうことを探るところまではなかなかね時間がかかると思うんですけど、はい、そうじゃない人がもしそこに関わることができ たらあの本当にお昼の1時間だけでも思い出のある曲を聴かせてあげることによって、はい、本当にその映画の中では歩けるようになった人もいますし、えー、そうなんです、ねはい、そういうことの実験パイロット事業をやろうとしてる人が今ちょっとね、はい、日本でいて、はい、その人がもう実際にされる予定なんですね。来、はいはい、来月か来月かか再ぐらいから、はい 1> 第1 日本で初めてのパイロット事業、要するにあの介護施設に行ってその今言ったことをやってみようっていうアイポッドを集めるのに、まあなんかいろいろお金集めたり寄付集めたりましてるんですけれども、それの最初が沖縄から始めるっていうことが沖縄からですか。はい。まさにこの地から始まるということなんです。そうなんです。すごい楽しみですね。楽しみなんですよ。はまあ自分は何ができるかわかんないですけども、その映画が本当に今度日本で日本でのドキュメンタリーができるぐらいに事例が集まったりなとは思いますね。そうですね。 沖縄でじゃあパーソナルソングの上映をされたってことです。そうです。上映去年の十二月にあはいやらせていただきました。そうなんですね。木村さん P.A. してくれた。いやいやいや。あそうなんです。大儲けだこと。ちょっと紹介側に写っちゃいましたね。へえ。いやでも本当にその高齢者の方、特に認知症になった方で曲を聴いて今までを思い出してその周辺少女が良くなるっていうのは。 こう本当に思いつかなかったことでどん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 ん広まっていけばこう幸せに貢献できるっていうところで非常に楽しみですね、はいはい、あのその中の一番主役格のおじいさん、まあ、本物の、はい、本物のっていただける認知症のおじいさんなんですけどね、はい、その方は本当にこう90歳過ぎてもう。 そこのの施設で20年ぐらいいるのかな、はい、で最初はあのお嬢さんとかが行っても分かってたけどだんだん最近は行ってもお前誰だっていう状態ででも「パパ来たよ」って言ってもずっとなだれてるんですよねおじいさんがね、はい。だけどなんかもうやっぱりこう10代の頃に聞いた黒人の霊かみたいなそでもちょっとダンサブルなやつを聞いたらパッと目が開いてそれ,それで。 喋らなかったんですよずっと下をうつむいて、はい、もうお,お父さん大丈夫って言えば OK とか言うか言わないか、はい、もうずっと好上だったのにその音楽を聴いた途端に「音楽は素晴らしい」って「人生は愛だ」とかいうことを言い出してそれでも,もうリズム取って体を揺さぶったりとか。はいはい そして、今本当に明るくなって、るっていう、なんか、その、まあ、いろんな方が出てくるんですけどね、はい。一番最初に出てくるのが、そのおじいさんですね。ええ。なるほどですね。はい、今のこの福祉業界って、いろんなコラボが生まれて、まあ、新しい介護サービスっていうのが発掘されてますけども。はいね、音楽っていう面でも、非常に、これから、じゃあ、進化していく業界なんですね。はいはいうんま、で、これは、あの、認知症の方もそうだけど、それをケアしているスタッフの人の、あの、疲れとかね。 心を癒したりとかあとやる気が本当にこの人たちに役に立ってると喜びにもつながるなんか本当にいろんな無限の可能性を秘めたものが音楽って素晴らしいってもう言われて久しぶりずっと古代からだから今もずっと音楽愛されてるんだと思いますけれどもそれを本当に介護の現場でリアリティを持って直接的に作用するようなそういうパイロット授業を楽しみにしてます。 非常にいい活動をされてますね、クルウさん。いや、私が活動してない。いや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 。知ってるだけの話なんですよ。いやいや、それでも沖縄からスタートっていう面では、クルウさんも第一人者でこうやられてきたんだと思うので。その人を呼んだんですよ。呼んでね、その全国のパーソナルソングを手がけてる人を。去年12月にこの人が、まあ私たちのね、敬愛するボスである島山先生の講演をするペアスピーカーをね、まあ介護の認知症知識ともう一つ組み合わせてっていうのはずっとまあこのところシリーズで去年をやって。 させていただいただ、はい、じゃあ12月だから音楽かなと思って検索したらその人が出てきて<ー>で12月の何日だけどまさかこの人すごい人だしなんか坂本龍一と一緒にラ,ラジオも出てるし<ー>まあ相手にもされないかもしれないな、はい、ダメ元でメールだけ送ろうと思って「はい、来てもらえませんか?」って言って「この日に」でもこんな来てもらえませんか?」みたいな感じだったんだけどたまたま空いてて来てくれて、はい、そして上岡さんがこっちにも知り合いがいたんですよね。<ー>でで沖縄にに来たことがとととがっっても彼にとってもとっても彼刺激というか、はい よかったみたみいでじゃあ沖縄からやるっていうことで決めちゃったみたいですはい、はい、あそうなんですね,ね本当にこのラジオ番組のタイトルにふさわしい「未来系情報福祉番組」ほんとに見そうですけどねゃけんとかいうところ <laughs> じゃあ広島弁喋れないからこの番組出てもいいのかなと思いながら <laughs> いや全然大丈夫ですよ <laughs> タイトルだけですからじゃけん広島弁が使われてるのは <laughs> そうなんですね、はい 利用者さんその認知症の高齢者の方って10人といろってよく言ってですねいろんな方がいらっしゃってこの昔の曲だけを聴かせたらいいわけじゃなくてその人に合った思い出の曲っていうのは本当に個性あふれるものだなと思うんですけどもクリ生さんのことについてちょっとお聞きししてもよろいですかその色っていうことで好きな色は何ですか 好きな色はね、黒ですね。黒。はい。ちょっとイメージと違いますけど。痩せて見えるから。物理的な、こう理由が、根拠がありますね、本当はピンクとかね、緑とか言いたいんですけど、それ膨張色なので、昔は好きだったんですけど。やっぱ、や、自分を痩せて見せてくれる方もが一番いい。あの、いやものだと。痩せて見せてくれるというか、そもそも痩せてるから。痩せてないで、何言って。いやいやいや。 なるほど、そういう意味で。嫌味言うんですけど、この人。いや、嫌味じゃないですよ。そんなことないですよ。そうですね、まあ、でも、好きな色、やっぱりね、なんか、あの、沖縄の。もう、濃い緑、ま好きですね。本当、ヤンバルの山であろうと、それから、ビーチサイドにある、こう、いろいろ。ゲットとか、あと、あの、本当に、沖縄でしか、あの、会えない植物がありますよね。こっちの人、は当たり前だと思ってるかもしれないけど、お家に咲き乱れてる花の色とか。やっぱ、そういう色、大好きですね。濃いピン。 ふ、うんその黒が好きな理由っていうのは分かったんですけども自分を色に例えるとしたらってなると違う色になります何色でしょうねなんか薄い水色みたいな感じですね<ー>自分のイメージをいつもはい、はい、あの目をつぶるとこう色が出てきたりするんですけどねなんか薄い緑とか 青いい中でます光が時々入ってきてんだけれどもベースはそんな感じだからなんかこうパワーポイントでねなんかデザインは木村さんことできませんけど色を作る時にはやっぱりそっち系の色ばっかりを背景に選んだりとかしてしまいますけどなるほどですねそれが伝わってくるデザインっていうのを作られてたりするので本当に自分っていうのをアピールする で、やっぱり色って大切だと思うんですよね。うん、そうですねで。決め、一つ色決めてると、はい、なんていう、ごちゃごちゃしないですよね。そうですね。それの濃淡だったりとか、はい、それの補色関係にあるもので、何かこうね、絵を描いたり、デザインしたりすると。落ち着きますよね。はい、ねそうですね。うん、はい。あと、よく私も、こう、自分っていうのを表現するときに、チラシに、こう、自分の好きな色とかって入れるんですけど。はい、やっぱり、そうなると、自分の色が、こう、表現されまくって、うん、その。 チラシの内容の良さっていうのはなかなか出にくかったりするので<ー>そこはこう相手の好きな色とかどういうものをアピールしたいかというのを色に変えて表現するようには心がけてますすねねそうで木村さん、本当にそれを受け負ってお仕事にして提供するってお仕事されてるからね。はいはい あのたちね、立場上、うん、そういういことも必要ですよねそうですねなかなかこう人のためにチラシ作るってことしたことないんですよ自分のためにしかあんまりしたこと,ししたことないな、ね、今だから下山先生の講演会のチラシじゃない概要しか作ってないです、はい、それもなんかやっぱ自分が好きな色を選んで自分のために何か作ってるようなイメージですね、はい、だから相手の色どんな色ですかどんな色が好きですかって聞いて作ったことがないですね、はい、いやいやいや <laughs> あの作る側としてはそっちの方が作りやすいですね <laughs> なんか決まってるるものがあるとそれを出せ ばいいんだってなりますけど、うん、自分なんかもあれ自分何の色が好きだったっけなっていろんな人の色を聞きすぎて<ー>たまにこう信念というか、うん、そういうい決まったものを忘れてしままう時とかありますねいやでもそうデザインする人ってどうあるべきなんでしょうかね、やっぱりそで聞かれてクライアントさんの方は嬉しいと思いますよ、どんな色をあなたの色にしてあげますよって言ってこの色でやりますよって言って自分に合わせてくれるってやっぱり嬉しいと思うので。 自分は自分でこのクライアントさんはクライアントさんでいいいんじゃななでですすかねね、はい、るほどそういう意味じゃその誰かのためにしてるんじゃなくて、うん、やっぱり自分がこうしたいからっていう思いで作ると、うんはい、心に余裕が生まれて、ね、いいものが作れるような気がするんですよね。うん、そんな気がしますね、はい、で介護現場でも同じことが言えるんですけども以前広島の話になるんですけど、はい、広島ってカープです がものすごい有名でやっぱり高齢者の方でも昔からカープっていうのは市民球団だったので地域に愛される球団だったんですね。うんうん、すっごす,ねすごいですねなんかあの広島のねカー,、はい、カープ悪口絶対言えないんでね <いや S 1> 袋叩きにされるとかね <いや S 1> 周りから言ってましたよ。 それは偏見ですけど全然、阪神ファンの方とかもいらっしゃいますしですかで赤色を着るっていうのはファッションの一部なので本当にカープ愛っていうのがすごいなと思いますね。素晴らしいですよねあるお年寄りの方でカープ好きの方がいらっしゃったんですけど認知症になってずっと感染に行けてなくて行きたいんだけど足腰が悪くてずっと寝たきりの生活を強いられていたそんな方がある。 職員のの力ににによって、うんえー、次の年にカープ感染に行くことがでできたんですよ、うん、その行けることになった根拠っていうのが、ねまあ、生理的曲線っていう人の立ち上がり方に合わせた介護方法っていうのを私たち実践してるんですけどもそのやり方を、うん、取り入れることによって、はいまあ、その人の動きに合わせた介護方法で、うんえー、自分の力で立ち上がれるようになったんですよね。うんうんうん あとは内面的な問題、カープ感染にもう一度行きたいっていう気持ちを湧き立てるために、その介護職員が取った行動っていうのが、その人のためにやってるんじゃなくて、自分がもしかしたら来年、見に行ってもらえなかったら、もしかしたら今後行けなくなるかもしれない、そしたら自分が後悔してしまう、そんな思いから、心に余裕が生まれて、いいサービスにつながり、自分の思いがその方に通じたと。 いう事例があるんですけども、素敵ですねその話。そうですね本当に信頼関係ができてるんだなっていうのを感じましたねその話を聞いて。もうね学校でも会社会でもどこでも。 人人間と人間と一一対1の関係からですもんね、はい、介護現場であろうとそのお年寄りの人とその介護者の関係が本当にしっかりしたものになったからそれができたんで、ね、そうですね、うん、でもすごいですね私もなんかこう講演会のね、はい、端,端っこでいさせていただきながらあの1回だけね介護の研修も受けたんですよ。何、はい、かこう車椅子から移動するときに私たちの私はもう古い介護の世界のイメージっていうのを聞いたことがあって、はい、やっぱりこう介護のやる人が腰痛めてよっこいしょって言って。 のしななくちゃいけないけから重労働っていうふうにあの思ってたんですけどこ,のここの講演会の研修聞いてからは本当に今おっしゃった生理的曲線あと高さ椅子の高さを揃えることによってこっちからこっちにその人の力であの移行しやすくしてあげるとかその辺の,あの,なんていうのか長さとか高さとかもすごく考え抜かれた上で施設も作られてるって言っ聞いてたので,で今聞いたでもその人が行きたいっていう気持ちを大事にしてるていうだからこうフィジカルう。 メンタルの面と両方でフォローしてしかもそのあの介護する人のなんかなんて愛情っていうかね熱意とかそんなのでね 素敵な事例ができ、あちこちでできてるんでしょうねそうですね、うん、本当に重労働っていう先ほどフレーズが出ましたけどそういうイメージが世間で定着してる理由っていうのはう、ええ、やっぱり腰を痛めるとかうん、うん、無理やり抱え上げてるっていうのが実際に行われているからなんですよね、うん、本当はそうじゃなくて、うん、こうお世話じゃなくてサポートをしているっていうところで言えば、うん、本当に無理のない介護方法っていうのを実践できるのかなと思いますね、うんええ、本当にそれがねあのなんていうのかな講義だけじゃなく 私は目の,目の当たりにしているので毎日それが行われると思ってると思います。はい、で来た時には車椅子だったおばあちゃんが今車椅子からやっぱ立ち上がる時にこう椅子も、ね、全部持つところがあるんですよ、はい、でもちゃんとこう車椅子から椅子に座る時にもその人がここを持ったらその椅子が。 後ろを持つとひっくり返る椅子もあるけど、はい、絶対ひっくり返れない構造になってて、て、はい、その人がやっぱりこう捕まり立ちっていうのかな、うん、そういうのを捕まり歩きを最近し始めてるのを見て、はい、すごいこう認知症赤ちゃんが大きくなって成長するのは分かるけど、はい、認知症の人もなんていうの成長する、はい、捕まり立ちをして来た時よりもいい状態になっているっていうのがあるんだってい,い。 本当に考え方とか実践とかそのかね心がけ一つなかなって思いました。はいはい、なるほどですね。いやありがとうございます。こちらこそ。あの一曲目に移りたいと思うんですけども、はい、それではクリュウさんの方から、はいえー、曲のご紹介で曲の方に移ってもよろしいでしょうか。はい。はい、えっとキムカーンズって1970年代にもう全米でヒットした曲なんですけれども、あのかっこいい曲です。ベティデイビスの瞳っていう曲です。うはい、どうぞ。 はい、ということで聞いていただきました。えー、続いてですね、クリュウさんの方に人生における大きな分岐点で出会った個性ある、それこそカラーですよね。はい、個性ある人っていうのはどんな人でしたか。うん、そうですね、B 型の上司ですね。 B 型の上司。B 型って聞くとまあ私 B 型なんですけどあまりいいイメージ持たれないですけどその辺はどうですか私は A 型でやっぱり B 型の人に憧れてきましたよ。例えば怒る場所が違うんですよねちょっとあとこだわる場所も違うけん喧にならないはい。喧にならない人のことは大好きじゃないですか。 なるほどですね香川医科大学の微生物学教室っていうところでね国家公務員で事務官やってたことあるんですよそこに何か B 型のすごい変わった助手の先生がいてね理学部を出た先生だったかなだけど B 型なんですよで本当に怒るところが違うんですよ例えば学生が来てねその先生ちょっと変わってるから学生にもちょっとからかわれたりするようなキャラだったりするんですよ声がねんん 今ちょっと真似入ってましたけね。で、その、なんかまああるその学生が来てね、はい、まあけ先生って言うんだけど。はい 圭先生なんかどうせこんなこんなこんなだから女の人に何かいいこと言われたことないでしょうとかって言われて、はいはい、それバカにしてるじゃないですか,そ,です、ね、かそこで聞いてて何言ってんの学生側なんか先生向けて「何言ってんのこいつ」とかって思ってすごい怒ってたんですよ、はい、そうしたらその圭先生は「いいんだよいいんだよ」とかね、はい「金沢」って言うんだけど金沢,、はい、沢はね可愛いからそんなこと言っても許すんだよってでなんて心が広い人なんだろうと思ってたんだけどある日でもねお弁当で鮭取ってね、はい、で鮭,鮭,鮭弁当を取ったんですよ、はい。 で、私、みんなで鮭弁当を食べてそれでお弁当箱なんかでその実験かなんかで忙しくてその先生は弁当箱そのままにしてとか行っちゃったからもう片付けなくちゃいけないじゃないと思ってそのままこう、もご飯んもほとんど食べててもう鮭もね、もう皮とかしかなかったからあの、そのまま捨てたんですね片付けたんですよそしたら何分かして帰ってきてその先生があの、あれとかというわけここにあったすいません松岡さんに私の鮭を知りませんかってうわけですよ。鮭って弁当ね。 捨てましたよって言ってはとか言ってえまだ残ってただろうって言うからいやいやもうなんか皮とか骨だけになってましたよって言ったらあの骨と皮のところについてる身が美味しいんだとか言っていやまあなんてことしてくれたんですっごい怒られてそれ冗談受け狙いで怒ったわけじゃないですか本当ごめんなさいね先生じゃ今度鮭弁当買って返しますってやっと収まったっていうねだから自分たち私はなんかやっぱその鮭弁当捨てられたぐらいじゃ怒りませんけどやっぱ自分のこのなんかね 例えば爆刊されたら怒るじゃないですか。そこが B 型と A 型と全然決定的な違い。そのとっても衝撃的な事件だったので、もう何十年も前ですけど。なるほどですね。それが人生における分岐点。それは違うんですけどね。B 型の話でちょっとね。はい。えっとその時の上司は教授は A 型だったので、まあ同じような細かいところ、細かい同士でこうなんかちょっとね、あの。 お互いに言わないけどふんみたいなね、はい、感じがあるじゃないですかこれ、はい、に関しては向こうもこう思ってる私もこう思ってるっていうので、はい、こう見なかったことにするみたいな感じの、はい、まあ6年間だったんですけどその後ね、はい えっとまあ、医科大学の中でいろんな講座を、はい、あの人事異動でね、はい、今度はあなたはここの講座の事務官になってこの、まあ、要するに教授の秘書みたいな仕事なんですけども、はい、やってねって何年かに1回移動があるんですよ。はい、で,なんで3回目の移動ぐらいの時に循環器内科の教授の秘書のところに、はい、あの1995年だったかな、はい、にあの移動させられて、はい、でその先生 のところはちょっとすごい大変なこう事件が前はあってそのそこの事務官とかその人たちがちょっと警察だったになるようなところがあってその医局なんだけれどもいろんなファイルとかが全部検察に持っていかれたりとかしてるようなそういうその後のところに私が行くっていう感じだったんですよだからとってもいつも行くときも本当に生まれたちの駒のように足が震えてどうしようっていう感じでそこの教授のところに挨拶に行ったんですけどあのその先生が結局は 人に物を、はい、あの仕事をね任せるというか本当に任せきる先生だったんですよ。はい、あので最初にね先生よろしくお願いします私こういうものですっ,つって言って。 大した仕事できないかもしれないんですけどよろしくお願いしますって言ったらまずあの来てくれるだけでありがたいわみたいなこ大阪の先生だったとね関西弁でなんかでそこの一局の先生みんな大阪の人だって毎日吉本新喜劇みたいなあの日々を過ごしたんですけどそのボスが B 型だったんですよで大きな学会とかをプロデュースするにあたっても何億のお金が動くじゃないですかそうしたらそのこんな自分はま何の会計もない自分にこんなことを任されていいのっていうことをボン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 丸投げしてくれるんですよだからすごく忙しい なるんだけどもそこの先生のところに行くまでは自分は骨格を見て5時で終わるんです時終わったら何をして遊ぼうっていうような5時から何とかって昔流行ったんでそれに近い状態だったんですけど丸投げをしてくれる B 型の上司のおかげで自分もこれを失敗したらえらいことになるって分かるじゃないですか。一生懸命するようになったで仕事を一生懸命すればするほど結果が出てきて楽しいんだっていうことが分かったんですよ。 はい、その先生は何も考えずにもういろんな人にも丸投げするんですけれどもそれで結局なんかうまく言葉運んで大きなことがすごい成し遂げられるということが目の前で、ね、実現しているのを見て。はいはい あ,あなんか仕事って一生懸命すればするほど面白いっていうことを教えてもらったんですよね、はい、それは本当に自分の人生の本気点になりました仕事人間になっちゃったんですよマーカーホリックとかで言われ始めて、はい、そんなことかけらもなかったんですよです私本当に毎日遊んでたんでけど終わったら海に行ったりとかね毎日、はいうん バリバリだったんですねその頃はじあ。遊びまくってましたね。おい食べに行こうどこに遊びに行こうとか。両立できたからこそ仕事も楽しくなるとこですね。怒られっぱなしです。両立できない。だからそこの B 型の女子のいるさっきのね教室にはもう怒られるばっか。箸にも棒にもかからんとかいろいろ言われてて。なんか本当にこうやる気あるのかとかね。本当にそういう怒られっぱなしだったんですよ。なんか辛かったんですよ。なんか毎日怒られてたので。でもまあとにかく五時までちゃんと休まずにあのやれ言われたこと。 は一応やってるつもりだけど、先生にはちょっと不満だった。そういうのが終わって今度その B 型の上司になったとたん仕事もこっちから探してやって、それでも足らないから夜中の2時までやるようなあの人に変えられたんですよね。その人との出会いによって、それが B 型の上司。で私たちたち木村さんの今の大あのとっても敬愛するボス、島山先生。はい、島山先生。B 型ですね。B 型ですね。 <laughs> そういうところで、なんか時間またちょっと喋りすぎましたね。いやいやいや、なるほどですね。<laughs> はい、いや、でも、その今まで経験したことが。苦労から、その新しい道に切り開く原因になったっていうのを、自分で理解されてるっていうのはすごいことだと思います。 そうですかね大変だったら大変でもやめちゃう人とかいるじゃないですかでも最初からそういう自分で全部できるっていうのを知らずに入った会社ですよねそこで生きた経験っていうのが今につながってるというとりあえず公務員になっこうみたいなとりあえずここにもう配属になったのでね別に自分がここの大学で働きたいって言ったわけじゃなくて文部省昔文部省だったんですけど文部省のリストの中に自分があってじゃあなんてこの自分香川だからかかるかここの大学に行って。 移動になってねみたいな感じ、だから自分の意志が全然ない状態で働いてたんですよ。なるほどですね。そこででもそういう B 型の上司でやったおかげで今の今の私があると思ってます。なるほどですね。いやいやいや本当にいい方向に行ったと思いますけども、すご素晴らしい経験をされたんですね。人生の中でね本当にビッグな B 型の上司二人に恵まれたってことはね本当に神様のおかげだと思って感謝してます。まあでも借金 検討の話は本当に個性強いですね面白いでしょよく仕事は A 型 B 型の人でやった方が良くて、えー、友達同士は同じ血液型の友達の方が息が合うって言いますよね、はい、うん、そうなんですかね、はい、仕事は多分 AB の方が、えー、A A 型がきちっとした仕事をして B 型がやらないけどとりあえずなんかアイデアを、はい、言うみたいなことが多いらしいです一概には言えないですけど言えてるかもしれない <laughs> <laughs> でも一緒に遊ぶ友達も月積方違う方が私は楽しかったですけど、ね、あ本当ですすか、うん、なるほどででねもそれが許せるっていうのはな,んか,なかなかないんかなと思いますけどね。うん、いや許してたというかで、ね、も、はい、面白いなと思ってこう、ね、面白いと思える <laughs> いと <laughs> 自分にあんまり飛ばちで来なかったからかもしれないんですけどね。<laughs> なるほどですね。はい、ありがとうございます。で、ま、はあ、い、一番大事にことを言うのを忘れましたけども、はい、自分の人生、今沖縄に来てからですかね。はい、今沖縄に来る直前から、本当に自分のあの人生を変えられた。はい、変えてくださったのは人じゃないです。イエスキリストですね。<ー>はい。もう B. 型か A. 型かわかりませんけどね。その何型なのかわからないんですけれども。はい あのなんだろう本当に自分がこの世界に生まれてきた、はい、それから生きている意味とか何、はい、で生きているのか目的とかがはっきり分かるようになったので聖,聖書を読むようになったし。はい イエスキリストと出会えたっていう、まあそのその話をしたら2時間ぐらいかかるので、また時間業界で話聞いたらと思いますが、2>, <laughs> 2時間じゃ収まらないかもしれないですね。収まらないですね。どういうこう体験をしたかっていうのを話せば、はい、あの一晩ぐらいねかかりそうなぐらいあります。そうですね。いか聞いてください、ね。なるほどですね。その、はい、ずっと幼い時からそういうことをこう考えの一つとして持ってたわけじゃなくて、途中何か大きいことがあって、な、えー、んですか本当に。 自分の人生は自分の思うようになると思ってたのがならなくなったのが本当に最近というか、ねはい、子供ができて子供のことなんですけどね、はい、そのことで本当にもう自分は何もできないって自分は本当に愚かな人間だということを思い知らされたことがあって。はい、その時に ああ神様ごめんなさいっていう気持ちに自然にさせられて、はいはい、で何年か前に教えてもらった祈り方のお作法ってあるんですよね、はい、最後イエス様のお名前で締めるっていう、はい、それをした途端にとってもとすごいとてつもない平安な気持ちに包まれるっていう経験を5年前にしたんですよ。そ、ね、それからクリスチャンにななったたんでですすけけどごいい興味深いお話聞うのま また違う番組とかでもですね、はい、ぜひその解を持って聞かせていただければと思いますので、今度木村さんの、はい、もう本当にねオリジナルの番組に来てください,、はいはい。はい、ぜひお願いします。<laughs> はい、その時のテーマは今決まりましたね。決まりましたね。<laughs> ままたはいはい <laughs>、はい、ということで、じゃあえ続いての曲もう一曲あるのでこちらの方を聞いていただきたいと思います。はい、それでは紹介の方<あ>よろしいですか、ね。はい、これはそれこそ今言った、えー、とクリスちゃんの、はい。 作った曲中山雄太さんという方が作った曲で新しい命です。よろしくお願いします。はい。 ということで、え今回はですねショートバージョンということで、えこれで皆さんとはお別れになるんですけども、えクリューさん本日ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったですね。楽しかったです。本当にまだまだ話したいことたくさんあるんで、また次回お願いいたします。これがプロローグということで、プロローグで挙証ですね。はい、はい。で最後にですね、クリューさんの今後の沖縄での活動について、えちょっと簡単にですねご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい。今私はあの今最後に申し上げたえっと B 型の上司 下山先生の、はい、えっと,ところで株式会社ウェルケア沖縄っていう会社であの勤務させていただいてるんですけれども、はい、そこは介護施設あのブルークグループホームを今運営する会社なんですけれども、はい、この中で、まあ、普通の介護事務をしてたんですが、はい、あの並行してその下山先生が結局2017年には10回も、はい、あの沖縄の中で無料でこの介護職のための認知症知識を、はいまあ、いろんなところで提供して知ってもらうっていう活動を10回で続けてき 来られてててられそのまあ企画というか、はい、あのいつ場所を決めるところから、うん、あの周知の方法とかあとベアスピーカーの人とかを決めるっていうことを、うん、あの今までやってきたんですけれどもそれをまあちょっと片手間にこのグループホームの中でやってたんですがこれをちゃんとあの NPO 法人の中の仕事としてやることに4月からなりそうなんですね。はいはい、なののののででで今ははあのウェルー沖縄の社員でいさせてももららうんですけれども4月か、まあ、npo 法人のあの 幸せに生きられる社会を構築するっていうことを目的とした活動を本格的に始めることになってその事務局をやらせてもらうことになりそうでですすなるほどねそれはぜひインターネットとかリアルな情報っていうのをリスナーさんが受け取るにはホームページとかで認知症の先ほどのタイトルですね。 あるんですけれどもね認知症になっても幸せに生きられる社会を構築するための講演会なるほどですね何文字ぐらい文字がありますけどね認知症ケア実践研究会っていうのを作ってるので認知症ケア実践研究会で聞いていただけたら情報が提供させていただけてますのではいりましたはいちょっと今後また別のそのはいあの。 ご案内できそうなことが今ちょっと準備中で、他社の番組出て出させていただきましたらここであのご案内させてもらいたいと思ってます。はい、ありがとうございます。はいえー、今日の CC ラジオジャケンは、えー、以上になります。また皆様どこかでお会いしましょう。それではさようなら。さようなら。